押してないな。押してなかった。はい、どうも。中年派でもそ物欲満開でございます。かれこれ10分ほど喋っておりましたが、カメラのボタンを押したつもりが押せていなかった。俺のこの指紋か油分か水分かがバカなのかもしれませんが、反応しておりませんでした。というわけで今回はこちら、スペクトルマンのパチ、はい、ミラクルマン、前回ね紹介いたしました。非常にいいソフビで、リスナーさんの方もコメント書いてました。買ってらっしゃいましたね。いや、本当にいいものですよ、これはね。はい、何日ぐらいに届きましたかっていうの、海外、香港やったかね、台湾から届きましたね。10日ほどで届きまして、で、実はね、これをね、買ってからね、残儀譜であればあれも、特攻野郎 A チームの、人の顔のついた人面犬も出されてるんですけども、あれも欲しかったなとか思います。セールになってないので、欲しかったなとか思いながら、それは買わなかったんですけど、そうやって見ていると、ああ、これも買っとけよかったなってもう一回思いまして、それを注文いたしました。一緒に買っときゃね。でも開けたんだよ、一緒に買っときゃ送料もね、お安くまとまったと思うんで、ね、この辺分かんないでしょ。もう開けちゃったんだよ、ね、本当にもう。というわけで今回買いました。どこまで開けたか言っても、フェッダーも取りました。もう困っちゃうわ。2回増えたな。フェッダーこうつけてやるか。これです。なんか見たことあるやろ、これ、この感じ。はい、オーサムトイさん、ムーラン、ムラムラムーランでございます。このおっぱいからミサイル飛ぶこの感じ、知ってますよね。いや、幼少期の子供のなんていうんですか、性の成長を促すかのようなこのミサイル、非常に素晴らしいですね。この時代は本当にもうね、テレビでもね、おっぱいポロリなんて当たり前でしたからね。そう考えるとこういうロゴもありやったんだな。今だとなかなかちょっとね、難しいですよね。しっかりとこのロケットの先っちょにもポッチがついてますんでね。で、まあこのムーランね、まあ、とにかくちょっと開けたんですけども、これまずしっかりしてますよ。あの小学生のプールに持っていきそうなカバンぐらいのしっかりした袋、はい、ホチキスまで硬くて、指の先っちょからいちごジャムがちょっと出ました。はい、まあね、店長は使ってあげてくださいね。で、こちらでございます。見覚えあるでしょう、これ。見たことあるんじゃないですか、こういうの、ね、こちらはオーサムトイさんのムーランというんですけども、これはグレートマジンガーに出てくるビューナスエースっていうロボット、女の子なのでね、ロボットのパチでございます。はい、私、長井剛大先生大好きでございまして、まあ、一番好きなのはやっぱデビルマン。デビルマンは私の本当にね、心のバイブル。あんな漫画変化と、どんなにこんな救いようのない漫画っていいのかというレベルのね、すごい漫画なんですけども、まあ、多分それに一緒で、これはね、マジンガー Z、グレートマジンガーとかね、あとゲッターロボとか、いろいろまあロボット関係もやられてますけども、その人のグレートマジンガーに出てくるやつです。この前のマジンガー Z に出てくるアフロダイエースっていう、もうちょっとロボット感がある、まあ、それも確かおっぱいからビームが飛んだのかな、どうやったか忘れましたけども、私もね、マジンガー Z そんなしっかり見てないんでね、ありますけども、これは、見せましたように、本当に幼少期の子供が発達するような武器、おっぱいミサイルっていうのがね、飛びますんで、はい、なかなか素晴らしいと思います。まあ、それをね、のパチですので、これね、実は、おっぱい、取れるんですよ、これ。いやー、もう、本当に。これがいいよな。で、これね、最近、まだ多分これ売ってます。で、これが言ったら、もともとのその原作カラーというか、アニメカラーですよね。で、第1期が、この赤いこのパッケージのムーランだったんです。でこれが昔でポピーがどっかで出たね、
やつの一機のこのおもちゃがこの赤のこの成型色のこういうやつだったんですよ。それに合わせて最初作ってたんですよ。だからソフビのアフロダイエースで、ね、じゃあビューナスエース、昔のビューナスエースに合わせて作ったムーランの一機がこれだったんですね。その後もうるせえやつのラムちゃんとかいろんな色が出てきて、ほんで今ようやくこのポピーカラーっていうこのカラーなんです。で実際はこの、ね、第2本当の一機はポピーカラーもっとしっかり色塗ってって、なんかあのソフビ界の塗装レジェンド塗ったやつが何個か限定で最初の頃出ましたけども、そんなもん買えるわけもないし売ってんの見かけたことないんで、その時以来に戻ってきます。そのやつは、ね、もっとしっかり塗ってあるんですよ。この辺のリベットみたいなところにちゃんと白塗ってあったり、おっぱいとかほんまにこれもうちょっと ね、 これね日照図みたいにこうシューッといろいろ柄がついてるんですけども、うん、これはやっぱ簡易版、はい、ということでございます。まあパーツ数から言うと、まあ、この髪の毛ロングヘアなんで、これは首は動きませんわ。だし腕胴体足の5パーツなんですけど、おっぱい2つ動きませんので、これ合わせると7パーツ。いやもうこれはもうこんなねいい感じなんで10パーツぐらいの値打ちがあるんかなと思います。ここをこういう風に仕上げた時点でね、非常に素晴らしい造形になっております。はい、まあ、サイズ的にはこちらとよく似た感じですけど、ちょっと女性なんですっきり目かな。うん、まあ、ゆっくり見ていくと顔の幅は、まあ、明らかにシンプル、もう本当に昔のそのあのビューナスエースのソフビの顔に近いかな。実物見たことないですよ、ネットとかそんなに見ただけの感じでね。うん、おっぱいもすごいねこれね。こんな感じになってます。赤色整形ですね。後ろはちょっと老眼と見えます。オーサムトイって書いてますね。ダイナミックプロとは書いてませんわ。うん、でも動かんな。おっぱいちょっと傾けるとこれね、ちょっと緩めの水パイですね。水パイなんでちょっと落ちまるかもしれない。水パイにしたらハットな。こんな感じのアフロダイエース、アフロダイビューナスエースでございます。でですね、このムーラン一機、この間ねたまたまオークションに出てたんで、私一機も欲しいなってちょっと思ったんですよ。 お求めやすい価格やったら無理、3万超えてましたねやっぱ高くなっちゃってんね、オーサムトイさん。こういうオーサムトイさんというと、まあ昔いう人面犬ね、森の島さんとあとね、手塚治虫とかによく出てくる貴婦人みたいな顔つきってるやつのオスとメス、あれ確かオーサムトイさんじゃないかとか、おちむちゃのザンバラ神の人面犬、あと骸骨だったりとかね、そういう人面犬とか、あと有名どころで言うと、まあでもパチマン最近で言うとね、うん、あの辺有名ですけど、やっぱ私はこの、ね、スペクトルマンのこのロボットシリーズがいいな。最近ちょっと私ねロボットもちょっと好きかなと思い出してきまして、まあ、このビューナスエースの方を購入させていただきました。そしてですね1個当たったんですよ。ロボット欲しいなと思ってた時に抽選出したら高かったよ、約6万円送料入れたら、まあ、それいつ届くのかちょっと分かりませんけども、まあまだまだ購入はしておるものはある。これからの支払い10月11月と多いのに、普通に考えてもね、年金やね保険料の支払いがまとめてくるんですよ。おまけに年明けには車検、何使ってんだよっていう話なんですけども、まあこれはちょっと欲しかったんで購入してみました。例えばね、こちらの方も、まあ、こちらのスペクトルマンは多分まだ売ってると思うんですけども、ということはミラクルマンね、こちらの方もまだ多分売ってると思いますので、欲しい方はぜひともこの機会に購入されてみたいと思います。コピーカラーなんで、やっぱりコピーカラーでおまけに言ったらその原作のカラーと近いものっていうのってやっぱり私はいいと思うんですよ。私最近やっぱ半径ものとかやっぱり元々のあるもの、これ半径ないと思うんですけども、そういうのに最近魅力を感じてきてて、パチでもね、なんでこういうのソフビーすごくちょっと惹かれるようになってるんですけども、うん、まあこういうもの、まあ、元々やったこれやったけどね、まあ、こういうものとかそういうなんか元々のなんか歴史というかストーリーというか、なんかそういう一個一個の造形というかのものにもちょっとそのなんていうのかな、うんちくがありそうなソフビーっていうのはいいんじゃないかななんてね思っております。まあ、というわけで今回は中年波でもその物欲満開
王さんっぽいさ、うん、懐中ゾーン止めてなかったんやな。今回オープニングないかもしれんな、うん、猫とかこの箱に入ったりしてたんですよ。これでガシャガシャしてたら、これガシャガシャしたら猫が来て、サンボが来て、ピナコが来て、ピナコがこの箱に入ってちょんって入って、そっから始まってるっていうね、素敵な映像やったんですけど、うん、撮れてませんでしたが、まあいいソフビは紹介できたなと思いますね。またね、言うてる間になんか来ると思いますんで、またどうこうしたいなと思います。入っている中年建物物欲満開、今回は王様トイさんのムーランでございました。よかったら皆さん買っていただきます。まだ買えますから、まだ買えますから。バテモソが言うのはリーズナブルで、まだ買えますから。リーズナブルか分からないけど、まあ、まあこういうのにしたらリーズナブルで買えますんで、よかったら見ていかがでしょうか。というわけでまた撮りたいと思います。こうね